どうも、国です。今日はですね、こちらのバッグを紹介したいと思います。でかっ。というわけで、今回僕が紹介するのがデグナーのマルチレインバッグ、ブラックの30リッターになります。で、このバッグなんですけど、もう僕が買ったのがもう5、6年前で、結構古いバッグっちゃバッグなんですけど、今のこう多機能高性能バックパックとは違ってですね、もう本当に高性能を捨てて、もう本当防水と大容量に振り切った、もうなんていうんですか、こう潔のいいバッグになっています。で、まあ前面というかこちらですね、このしょった時に見える側がこちらデグナーっていうロゴが入っていて、で、後ろしょう側ですね、こちらにこれがついていて、で、中はガバッと開けるともうこんな感じで、わかりますかね、もう仕切りがね一切ないんですよ。もう本当にこれだけって感じです。で、一応こっちの背面側、この部分にこんな感じで若干こう、まあ収納できる部分はあるんですけど、これはもともとこの小部分ですよね、これを中に収納するためのものなので、特別こうこれがまた小さい別のポケットになってるよっていうわけではないんですが、まあ一応この中にも例えばこういう小さい本だったりとか iPad とかなんかは入れることはできます。まあでも iPad とか本とかね、その水に弱いっていうか、こう雨が降った時にダメになるものなんかはこの中には入れられないかなとは思います。これを入れないと閉められないんで、そうするとやっぱ雨が降ってる間ここが開きっぱなしになってる状態で外歩いたりとかバイク乗ったり自転車乗ったりとかしなきゃいけないので、そうするとこう防水機能っていう部分ではここはもうダメになってしまうので、もう本当にここに関しては一応ポケットとしても機能はするけれども、まあメインはここのでかいポケット一つだけだよっていうような商品になってます。で、今もうちょっとねバイク手放しちゃったんで乗ってないんですけど、バイクに乗ってて例えばこう泊まりでやっぱりこう現場に行く時とかがあって、まあ今日の夜出ても平気だけど明日帰ってくる時はちょっと雨が降ってそうだなとか、まあ行ってる途中で雨が降りそうだなっていう時なんかに、このバッグにバッグを入れてバイクに乗ってました。まあで、なんでかっていうと、まあ単純にこうやっぱり仕切りが全くないので、まあ不便といえば不便なんですよね、このバッグ。ただ防水にはかなり特化していて、この中にバッグ入れてて、なんかバッグの表面がしっとりしてるとか中のものが濡れてるってことは一回もありませんでした。この前の冬込みにも行った時は30日に行ったんですけど、その時も雨が降るっていうような予報だったので、まあ冬込みはねそんなにこう荷物多くなかったんでこれだけで行ったんですけど、それでももうかなりね、カメラ入れて PC 入れて iPad 入れて何入れてっていう感じで行ったんですけど、もう全く濡れることもなく何も故障することなく帰ってこれました。で、さっきのこうバックインバックができるっていうような話なんですけど、まあちょっと実際にやってみます。で、例えばこれ僕が普段使っているノースフェイスのシャトルデイパックの25リッターのものなんですけど、これをこのバッグガバッと開けて、この中にですね、ズボズボもう入っちゃうんですよね。こんな感じです。まあ、なかなかこういう使い方をする人っていないかもしれないんですけど、やっぱこうバイクでちょっと出先に行ってとか、バイクでちょっとこう会社に行って、会社にこれだけ置いておいて中のバッグをズボッと出して車に乗ってそこから移動するとか、どうしてもこう途中でバイクとか自転車とか使わなきゃいけない人なんかにはかなり便利なアイテムなんじゃないかなと思います。僕は実際そういう運用しかほぼほぼしてこなかったんで、ただでもやっぱりこれ買ってよかったなって雨が降るたんびに思ってたんで、ちょっと今回ねこれご紹介させていただいております。で、これはここの部分がですね、チャックじゃなくてベルクロ、マジックテープになっていて、ここでこうベタッと止めて、で、ここをですねこう折って、で、ここをカチッと止めて、で、さらにこれとこれでパチッと左右止めて、で、こういう風な状態で背負うことができます。もちろんこれをつけなくてもいいし、
これを持ち上げた状態のままで背負ってもいいんですけど、これだとね、何がいいかっていうと、電車に乗ってる時なんか、この前ね、冬込みですごい、僕感じたんですけど、チャックってゆっくり開けるとそんなに音しないじゃないですか。でもこれなんかは、まあゆっくりやれば、こっちはまだ音せずに開けられるんですけど、マジックテープってどう頑張っても、こう、音が鳴るじゃないですか。で、そうするとやっぱりね、中のものが盗まれにくいっていうか、スリに合いづらいなっていうのはすごい思ったんで、そこもこいつのいいところなのかなっていうふうには思います。で、こちらがですね、Amazon で、プライム会員価格で6490円になっています。で、キャッシュレス払いだったら 5% 還元ですので、値段もそんなに高くはないし、防水はかなりすごいですし、でデザインもね、そんなにこう悪くないというか、僕は結構気に入ってるんですけど、すごくシンプルでかっこいいバッグになってますんで、ぜひ購入検討される方なんかは概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひそこから飛んでみてください。今回はデグナーマルチレインバッグ30リッターブラックのレビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは主にアクション系の動画だったりとか、ガジェットだったりとか、こういうバックパックのレビューだったりとか、あとはですね、ビジネス系のショートトークみたいな動画を上げていますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。